no sense. あの人の姿懐かしい、黄昏の河原町、恋は弱い女をどうして泣かせるの、苦しめないで、責めないで、別れの辛さ知りながら、あの人の言葉を思い出す、夕闇の高瀬川。はい、皆さんこんばんは。こんばんは、あの頃系音楽談義、渚優子でスタートしました、ね、今週も始まって渚優子さんでスタートしました、まあ、ちょっとね、今日はね、うん、京都の頭に残っているのはですね、うん、ちょっとあの京都のね、お知り合いのね、うん、バンドリン弾きのプロのですね、宮崎和之さんという人がいたんですけども、はい、うちで何度かライブをやっていて、うん、あの中川久人さんとも一緒にやってる、あ、はいはいはい、やってる人なんですけどね、うん、2000何年やった最後は、今朝っていうか昨日、今日の夜中ですね、突然にお亡くなりになってしまいましてね、うん、ほんでちょっとまあ、我々そのまあ、あのブルーグラスだとかそういう、フィールド系の人たちのショックを受けてるっていうのがね、うん、まああるんですけれども、おいくつの方ぐらい、ね、僕よりねだいぶ若いんですよ、59年までぐらいじゃないのかな、ああじゃあ若いですよね、3つぐらい若い人だよね、59年、俺が5つぐらいの人ね、肝臓のがんかなんか、突然にがんっておかしいな話なんですけど、なんかね今月の何日かに具合が悪くなって、うん、ライブ行ってたのを、キャンセルして、アリさんって言うじゃないですか、アリさんね、あのハープの、ハープの、はいはいはい、アリさんのライブ一緒に帯同していったのが、うん、体調がキャンセルになって帰ってきて検査してがんが分かって、うん、そのすぐにもう、あ、もうあれだったの、どう考えようというのはね、はい、あのまあでもご冥福をお祈りしたいと思います、ね、なんかでも多分これを見ている札幌さんとかそのあたりもね、やっぱりその、ね、ショックを受けている、好きなミュージシャンっていうね、あの非常にね、あの綺麗な、あのコロコロと、なんだろうな、あの、華麗なマンドリンなんですよ、はいはいはい、ブルーグラスっていうのは割とほらジャギジャギジャギみたいな、そうそう、ちょっと間違うとうるさい感じですよね、あのビルモンロー系のね、うん、あのマンドリン弾きが多い中でですね、割と綺麗な華麗なフレーズがものすごく飛び出してくる、はい、で何度か遊んだこともあってね、はい、お弟子さんもいっぱいいる、あのじゃああれ、あのよく夏の終わりにあるあのフェスとかはね、さすがにやっぱプロのミュージシャンなので、ああそっか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 、あのプロのミュージシャンなのに箱根に必ず来るっていうのは西海さんぐらいのそうだね、そうなんですけど、はい、そうかそうか、まあそんなことは、ね、まあでもね、うん、なんか残念というかね、はい、でもなんとなくまあそんなわけで京都からスタートしてみましたが、はい、今日のなんかメインタイトルじゃないや、なんだろう、メインタイトルは後でいいんですけど、うん、後でいいの、後でいいから、その前に、その今日それからこのギターがですね、うん、あそこにもう一本ギターも、とても調子良くなってしまいました、うん、なぜならばその、サムシングファインコーナーというわけではあるようなないようななんですけど、はいはい、何ですか、うん、このみっちゃんがですね、はいはいはい、超懇意にしているギターリペアマンのプロフェッショナル、ね、すんごいプロフェッショナルがですね、あわざわざここまで出張してね、そうそうそう、3台ぐらいのギターをその場でミリミリと直しいの、うん、でその場でミリと直らないギターはお持ち帰り、そうそうそう、ね、ね、はい、でこうサクサクっと直してまた持って帰り、そういうね、あの素晴らしい人がいてですね、うん、おかげでもうちょっと弾いてみて、うん、ここもうちょっとああなんですよねなんて言うと、その場でヘイと言ってピピ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 ピシャッシャッとやってくれるからね、ね、弾きやすいギターっていうのは当たり前だけどね、いい音になるんですよ、なる ね、 ね、で、あの人間も上手くなるしね、うん、そういう気がする、あ、でもその気には、あの、ね、気になるところ大事だと思いますよ、そうそうそう、あ、弾きやすくなったなと思うとやっぱね、弾きたくなるし、そうそうそう、すごい弾きたくなるんだよね、ギターが、はい、そんなわけでね、そんなお客様ですね、そう、ぜひぜひね、リペア、本当にね、なんかちょっとでも調子悪いなと思ったらね、見せてもらうのが一番いいかもしれない、で一番ね、困るのはさ、僕もそうだったんですけど、うん、自分のギターが調子悪いっていうことがわからない、あ、それはあるかもしれない、ね、そんなもんだと思ってるわけさ、うん、
でもしかしたら弾きやすいかもしれないけど、実は弾きにくいかもしれない。ね、分からないからね。今週もほら、昼間にいきなり高校生の女の子を来てね。そうそうそう。そうそうそう。その時はね、西浜高校っていうね、茅ヶ崎の高校の生徒さんが3人。そう、3、2人で。女子高生がね、3人入ってきて。で、この間ね、本当に会員を見になってね。そう、で、最初は私服だから、うん。なんかこんな風な色のなんかあのヤンキーみたいな、ヤンキーじゃない。ヤンキーじゃない。今時の子。今時の子の格好。ちょっとあのパンク系、何あの格好なんですか。あのね、やっぱヒップホップって言ってないよね。あのそうだよね。キャップをこう斜めにかぶってね。キャップがそのあのほらうちのお店で生まれてるガラクタさんのテレビじゃないですか。あ、はいはいはい、はい。エンソンがかぶっているキャップというのはこれと違うの分かる？あ、違う、ね、違う。何が違うかというと、うん、今度ひさしがさ、まっすぐとかで、あい彼らのかぶるひさしでのこれがま。平らなんだ。はい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 、はい、それなんか渋谷系なんでしょ。だから渋谷系っていうかそのなんかその今の若者系なんでしょ。よくわからないけど、俺らの頃はキャップって言うとなんかほら、これをわざとこうもっと曲げたり、そう、あの花形満のみたいにね、そのなんかこうやってたじゃない。プロデューサー藤川氏がそう、いやでもそうだよ。俺らの頃はやっぱり憧れの選手みたいにしてるっていうと、そう、ここを曲げてね、と曲げてね、やったよね。花形満なんかそこから髪の毛出てたじゃない。どこで髪の毛こうこんな風にこんな風に髪の毛が出る。どうやってプレーするんだって感じだったけどね。まあそうだ、そういう格好してきたその高校生がね。花形みつるとサイボーグ009の島村ジョーです。ああ、髪の毛こんなのってね。どっちから向いてもこんなのってね。そうそうそう。あ、そういえばそうだね。どっちから見てもその髪型だったね。あとアトムの耳とんがってんのもさ、どこから見てもとんがってるみたいな。あれさ、アトムの角度によっては一つになるはずじゃん。どっから見ても二つと思ってるみたいなね。でもさ、たまになんか左右の短さっていうか長さが違ってなかった。なんか俺の気のせいかな、わかんないんだけど、まあでその子もなんかでもほらその時最初来た時はゾウさんお父さんが持ってて、ゾウさんっていうのはちなみにフェルナンデスの、そうそう、フェルナンデスのギターを持ってて、あのあれがね、電源入れると目が光ってゾウの横にするとこれゾウの鼻なんです、あれ。そう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 、そのギターお父さんが持ってるんだけど、もうボロボロでね、弾けるかどうかわかんない。で軽音楽部に入ったんだけど、それで弾いとけって言われたんだけど、やっぱどうしても嫌だ。いや、そうそう、それはあんまりですよね。でもね、うん、ちゃんと普通のスケールのギター買ってあげましょうよって話ですよね。いやでもなんかね、まあそれでもいいかなと思ったんだけど、でもそれ3日後ぐらいにうちに来てね、本当、うん、このギターやっぱり気になるからこれくださいって言ってね。そう、まあそれもお手頃なね、うん、お手頃なギターだったんだけど、はい、でも初めてやる方にとってはね、全然弾きやすいし、いわゆる1万円ちょっとぐらいのお金を握って、うん、ギターを買いに行く場合っていうのはほら、うん、和気さん行くと、うん、もうまあそのね、裏を言ってしまえばさ、うん、そのもうはるかに安いものを売ってるわけじゃないですか、1万いくらでは。まあ中古扱ってれば別だけどね。そう、新品だとね、うん、新品だとね。でも中古だと当時何万円もするものが1万いくらで買えるからね。そう、そうそう、そのギターはね、当時のプロのギタリストがね、自分で組み立てて作ったギターだったんだけど、そう、だからそこそこね、確かにね、そのプロ の, そのギターを作る人、職人さんが言わせればここはどうだこうだってあるのかもしれないけど、弾く分にはもう全然問題ない。そうそうそ う, そう、むしろやっぱね、プレイヤーサイドから見て作ってるから弾きやすい。そう、あ、よくできてんなと思った。そうそう、それが1万2000円しかも超軽かったね。軽かったね。超軽い。だってまあボディ上げたら、ね、ストロットキャスターモデルなんですけど、あれもでも、あれもでもね、ボディのこのカバー外したのね、ピックアップの、うん、したらね、うん、ここがお弁当箱みたいにグワーってザクってあって、うん、それっていうのはやっぱね、プロのね、スタジオミュージシャンなんかやってる人は特にそうなんだけど、うん、アッセンブリを簡単に変えれたわけ、うん、時にはハンバッキング2つとか、時にはシングルコイル、時にはハムシンハムとか、うん、で、一日そのたんびにこうね、ザグリ返してると、そんなことこの藤川さん、これは、ね、その編集するときに下に全部コメントの、この、あ、そうか、専門用語客中、ザグリとはとかさ、そうか、ハムシムハムとか、シムハムシム、これは何とかさ、あんまり専門用語使っちゃダメなんだね。あのね、この番組は、ほら、みっちゃんが、前、去年ぐらいは BJ さんというね、うん、関西系とほのぼんどとやってたわけじゃないですか。うん、で、みっちゃんに変わって何が変わったというのはですね、オタクになったよね、番組で。いや、そうかな、オタクになったかな。楽器オタク高校になったよね。いや、別に僕も嫌いじゃないから、全然OKです。多分見てる方も、その、決して嫌いじゃないし。でもほら、俺、この間ね、ちょっとね、後悔してるの、ほら。ゆきちゃんは何の話をしてるんだ、これ。ね。いや、ほら、スローギアの話が出たじゃない、エフェクター、スローギア。あんなもしょうもない、使えないって言っちゃったら、ちょっと申し訳ないなと思って。もし、その、その人がさ、もし、俺持ってんのに、俺3万円で買ったのにっていう人だったら、悪かったな、申し訳ないことしたら、その人今日見てないかもしれないでしょ。何人ぐらい今日見てるんでしょうね、でもね。今日は、そうです、何人ぐらいだろう。15人ぐらい。ああ、もうちょっと見てほしいですけどね。まあ、まだこれから30分。
あ、20分ぐらい時間ありますから。コメントありますか？みっちゃんベース弾き取ったよってコメントが来てますけど。ベース弾き取った？あ、竹さんね、渡しました僕さっき。あ、ありがとうございます。本日もあのベース1本販売ね、そう、ベース買っていただいたお客様がいて、ね、ありがとうございます竹さん、本当にもうあの長く使ってもらえれば。あとね、みっちゃんピンク似合ってるってあー、これね、これここね、なんかこの色がいいですね、ピンクと。あのしゅんさんのハワイアンもね、なかなかね、今日は緑緑でね、なんかね、そうなんかね、兄弟兄弟なわけねえだろ、兄弟そんなわけねえだろやめてくれやめてくれって、なんでお前が言うんだよみたいな俺が痛いわよみたいなね。え、コメントはそんなもんですか？そうです、はい、で、リクエストも、リクエストは宮崎さんツイートで、うん、優しさとして思い出としてが来ていまして、ではその一番だけでも、でも それなんで宮崎さん関係なんですかね、知らないよね。なんで宮崎さんなんでしょうね。あの多分なんか優しさとして思い出にしてる。ああのね、そう。あ、思いました。あのね、あの宮崎さんが最後にうちでやったライブで、うん、その曲を歌ったの。あ、じゃあその方は見てる、ね、宮崎さん。そう知ってたかもしれない。あのね、うん、宮崎さん実は、うん、あのブルーグラスの人と僕も思ってたんだけど、うん、向こうもだからそう思ってたんだけど、うん、実はフォーク好きだったんですよみたいな話で、あ、ほんでこっちのライブで、うん、で僕でそれでリハーサルやってて、うん、その話になって、うん、じゃあやってよ一曲ぐらいって言ったら、うん、本当に吹きの塔のその優しさとして思い出してるってこと。じゃあ今それしゅんさんのツイートを、そうですよ、別にツイートするほどのあれは僕には力ないですけどね、今ちょっと小さい影に隠れてるね、チューナーを使ってます。宮崎さん墓地で歌ったよってやっぱり、うん、やっぱその時に見てくれてた方ですね。あ、嬉しいですね。でまたお呼びしますから、あの天国からね。そんなこと言ってます。君はいつチャンネルになったんだと思いました。いつの間にいた子だったんだ、いた子に。あとなんかね、アップストロークとダウンストロークが同じ音なの、ふんみたいなコメントが来てるんだけど、アップストロークとリキちゃんが理解できないんです、その話を。アップストロークっていうのはこうでしょ、そうそう、いわゆるダウンとアップっていうね、うん、それはやっぱそのしゅんさんのね、うん、たるいまれなるテクニック。ないね、ギターの弾けない俺とは全然違う。似てるじゃないですか。いや、その吹きの音はちょっとだけ一つだけね。宮崎さんっていうのは、ああ、終わり、今ので終わり、マンドリンの弾き手なんですよ。ああ、うん、だからあのマンドリンのね、そのコロコロした音をね、うんうん、であのコードストロークとかチョロチョロとあのオブリガードとか入れながら、はいはいはい、あのマンドリンのオブリガードいいよね。あ、そういいね、あれね、俺も好き、弾けないけど。何も弾けんのかお前。チョリンがあったことよく困ってるんですよ。あのね、あのなんだっけ、あのキャリブレーションといってね、うん、チューナーはあの440に普通合わせるんですけど、さっき狂ってたのがおかしかったと思う。もうあなたに会えなくなる、二人で夢に見た手探りの青春は通り過ぎた、昨日の風のように、もうあなたは冗談も言わず、9月のことにかかりきりみたいで、夜の街は寂しすぎて、その上冷たすぎて、こぼれる涙に言い訳していた。知らないこととはいえ短すぎた、僕が一年離れているうちに、あなたが、優しさとして思い出、吹きの塔という ね吹きの塔、あの山木さんという、ね、うん、人もここでライブやって、あの吹きの塔というのは細坪さんと山木さんという2人のグループだったんですけど、山木さんもここで2回
3回ぐらいやってるのかな、ライブ、うん、これも歌われたのかな、確か1回目の時なんかにね、はい、あのいい曲です、はい、宮崎さんね、はい、安らかにということで、じゃあ本日1曲ちょっとね、うん、あのリクエストにお答えしてみようと、今日はもうまだリクエスト来てない、一応ね、あれですよ、まあ、ゆきちゃんもちろん呼んでくれてはいるんですけども、僕たちもですね、お家帰ってね、そう、お家帰もシフト視聴とかいう感じですね、一応見るわけですよ、これでコメント一応全部一通り見落とさせていただいてね、うん、やっているわけですが、では一曲ちょっとね、はい、たまにはちゃんとリクエストにお答えしよう、リスナーとの同時にサムシングファインコーナー、はい、このどうもこんばんは、もう一度改めまして、サムシングファインコーナー、はい、今日、ご紹介するのはこのフェンダー USA、ねフェンダー USA がこれ何年ぐらいだろうな、ジェフ・ベックっていう有名なギタリストがいるんですけどね、そのジェフ・ベックが、まあ、そのフェンダーにリクエストして作らせたギター、ジェフ・ベックモデルです、ね、ここにジェフ・ベックのサインがちゃんと入っててね、まあ実質じゃないでしょ、これ実質だったら何百万人もなってただねプリントしてるだけですけども、まあでもね当時でもねやっぱすごい、あのねエリック・クラプトンモデルっていうのも出たんだけど、まあこれで言っちゃ悪いかもしれないですけど、エリック・クラプトンモデルっていうのは爆発的に売れてすごい出回った。でジェフ・ベックモデルっていうのはね、やっぱねマニアックな偉大なギタリストなんだけど、いろんな意味でねやっぱね万人受けしないっていう、ネックの握りが太かったりとかね、でも僕なんかすごく弾きやすいんだけどね、安いんだけど、でなかなか出回んなかったからね、今ね中古市場でもめったに見ないんだよね、うん、で出ても高いし、でこれいくらにしようかなと思って、思いっきり高く売っちゃおうかなと思ってね、まだ値段決めてないんですけど、もしよかったら問い合わせください、20万弱にはなると思うんだけどね、うん、いつも言ってるようにね、東京の楽器屋さんが、20万弱で売ってたら、おし、じゃあそれに対抗していくら、そういうね、ちょっと茅ヶ崎根性っていうか、まあ耳ちい根性ですけど、これでもストラットキャスターなんですけども、ここにほら2個あるじゃないですか、そう、ハンバッキングじゃないんだけど、しかもこれ普通にここプチプチの穴が見えないのよね、そうそう、まあレースセンサーっつって、普通のものに比べると若干ノイズが少なくね、なんてで、ここスイッチ押すとね、ハンバッキングとか、まあ2つ鳴らすか鳴らさないかって、ハンバッキングとはシングルコイルとはっていうそういう大切がね、歪ませてると分かりにくいけど、これもホームページ見ていただきましょうね、そうそうそう、喋ってるの1時間かかるんでね、ホームページあんのかみたいな感じ、はい、ホームページはこれから作るんですよ、はい、やりましょう、はい、なんだっけ曲はというわけで、この間なんだっけ、玉置浩二のリクエストいただいてね、はい、玉置浩二っていうのはね、バカ馬ですからね、うん、どのぐらい上手いかというと、美空ひばりか玉置浩二かというふうに僕思うぐらいに上手い、そんなものリクエストされてでもですね、答えることが、どのぐらいできるか分かんないけど、いっぱい言ってみようかなと、僕も答えられるかどうか、いきましょう、頑張りましょう、はい、やります、ね、そう、簡単に言うがいや、それも俺はもう同じだから、はい、では、玉置浩二のメロディーという曲ですね、あんなにも好きだった君がいたこの街に今もまだ大好きなあの歌は聞こえてるよ、いつも優しくて少し寂しくて、あの頃は何もなくて、それだって楽しくやったよ、メロディー泣きながら僕たちは幸せを見つめてたよ、懐かしいこの店の隅っこに書いてある寄せ書きの書いた「キースマーク」「みんな集まって泣いて」
切なものなくした。歌詞は覚えてないんだけど違う俺さ、はい、ごめんね。でも見事にやっぱ入らなかったね。違う、そうじゃなくてあれ、しゅんさんここでソロ入ってって言った歌詞のところがさ、うん、すごい早くに来て、うん、そんなことないよ。いやいや本当だからしゅんさんが言ったさ、あれってもう2番歌ってると思って、うんど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 ん、まあいいや、すごい素敵な曲でしたよ。いやいや、すごい、リベンジしようだってリベンジしよう、これはじゃあリベンジしよう、あ、拍手もらってますよ、ほらパチパチパチ。違う違う、だって俺ずっと歌詞を追っててあれ1番途中からなんか2番の歌詞になったと思って、うんうん、どんどんどん、まあいいやすいません、コメントですなんか今ですね、ペコちゃん、ペコちゃんのあのこの明け出顔が、そうですね、私の時間がなくなる、質問が来てます、そろそろ準備して、質問、はい、質問、はい、ギターって年取ってても始められるでしょうか。もちろんです、もちろんです、はい、もちろん始められます。はい、だそうです。あの僕も年食ってますからもう弾けません、ギターって、はい、大丈夫です、はい、はい、あとね、ローラーナットですねって、あ、そうそう、これね、ウィルキンソンっていうところが、今またちょっと形が違ってると思います、今のやつは、うん、ジェフ・ベックモデルスコーラと、そう、ベックモデル、そう、はい、というわけで、はい、というわけで、まあ、そうそう、ゲストゲスト、ね、ゲストゲスト、いや、いや、いい感じ、あと、あと5分、7分あるの、5分、行きましょう、はい、というわけで、大丈夫です絶対切れない、絶対切れないね。長い曲なの、キー、言い方したっけ、うん、そうだね、そうか、マギ、じゃあ、はい、では、というわけで、あのイントロはどんだけで口で、あの本当はね、マンデル仕込みよかったんだけどね、それもなんかあれ、パーカーしかないセクション、うん、恋の歌
私は今日も恋の歌歌ってる。かなり時間計算してるんですよ。かっこいいとかね、みっちゃん器用とかね、ペコちゃんね、そこにいてもうハラハラしてたもん。もう本当にここにはめている電波時計はね、伊達ではないんです。まだ時間あるのかな。ね、あと1分ぐらいはね、あるんですよ。今日の歌もやっぱどうでした、楽しかったですか、あのこの歌。え、名曲ですよね。これも今あの顔を見てる限りはリベンジが必要という感じ。いや、そんなことない、そんなことない。でもあの子供の頃にこれが歌えたらどんだけかっこいいだろうって思ってました。すごいね。でもそれ、それはやっぱりあの NHK ホールで歌わなきゃダメですよ。そんなことないですよ。この千秋直美、なんだっけ、あの柴田初美、柴田初美、あとなんだっけ、首里江、この辺、小岩芸、この辺はやっぱりなんかやってみたい系ですよ、ね、もう超歌唱力系のね。そう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 、憧れです。本気の歌手ですよね、じゃあ来年の湘南祭あたりこのレパートリー引き下げて、あのまた夜の問題言われると思ってもらえますね。また断られるだけじゃん。夜のイメージが強い言われて、ね、あの外されたんやから、ね、そうですよ。はい、そんなことで、はい、もうごちごちですか。はい、お時間です。では皆さん、さよなら。